戦闘艇対象初期を支出優待条件とは、真の戦闘艇が対する際の対後の待遇についての取り決めである。1911年10月10日に始まった、新外革命は、同年末には、家中ナンを抑えた革命派と北洋軍を率いる遠征外が実権を握った、新朝の間で、戦線はこ着化し南北対立の状況が生じた。南北双方ともに、 事態の収集を目指し交渉が進められ、結果、戦闘帝退位、遠征外の中華民国臨時大総統、就任などによって、中華民国による南北統一が合意された。この際、戦闘帝退位の条件として、単位後の清子皇室、清子皇族、万毛改造族の待遇が取り決められたのである。この条件は、 戦闘艇の隊位が表明された1912年2月12日の上、悟の中に記されている。この節の上、悟る本文は松本総吉、旗野寛一、品政党志向等和道文化調査編三部編、品大発刊第15号を引用。引用に際しては、旧事態を新事態に改めた。陳高広皇太后の意宗を、ホー先木に、 大局気球、町民コンクスルをもって特に内閣を民軍とに命じ、皇室優待の、各条件を将棋しも手平は解決を期せしむこれに、福奏の優待条件によるに、総病寝両永遠に、死を法置選定の両政級のごとく集築し、皇帝政治をリルルも、孫号を廃せず並びに、皇室優待八家上皇族優待四家上、万毛改造、待遇七家上の上層を閲覧して、 これを死闘となす、特に皇族及び満盲会倉人等に戦時し今後、努めて、敵意を除きともに治安を保ち重ねて、世界の昇兵を見どもに、共和の幸福を受けんことまた陣の厚く望むところなり。以上の条件は正規公文をもって、双方代表より、各国の北京中札行使に紹介し、各外国政府に伝達す。1917年7月1日、 蝶君に衰退されたフ儀は福井を宣言するが7月12日に段ズ随らが蝶君らを追いフ儀は福井を取り消すその後も進出優待条件は維持された1924年10月の北京政変で政権を握った兵玉省は進出優待条件を破棄した上で内容を修正した優待条件を制定したこの修正優待条件によって フギラは、資金上から追放される。ありがとうございます。